今日はですね、読谷村の木菜に新しくお店がオープンしたということでお邪魔しております。早速自己紹介お願いいたします。はい、2017年3月にオープンしました毎日食堂の伊波と言います。よろしくお願いします。はい、伊波さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらの、お店どういったお店になってますか？ですね、うちは蕎麦屋をやってまして、蕎麦、もちろん蕎麦メインでやっているんですけれども、蕎麦の他にも、丼物だったりタコライス、あとコーヒーなども取り揃えています。はい、蕎麦を中心としたお店ということなんですけども、はい、実際に今店内を 見回してるんですけども、なんか蕎麦屋って感じではなく、ちょっとカフェかなって思うような空間なんですけども、こだわりの部分ってあったりするんですか？そうですね、店内もちろんこだわっててですね、細かいところまで施工の段階から毎日毎日立ち会って、はい、で器もこだわりながら女性の方に来てほしいなと思ってですね、はい、食堂もちょっと普及させたりとか、はい、っていう風なことをこだわりとして作りました。はい、はい、本当に、ね、綺麗な空間なんですけども、椅子とかも、ね、カラーバリエーションで様々な、ね、そうですね、色もある中で、ランプとかも様々な色。そうですね、もうランプもあえて色を変えたりとか、はい、色調にはだいぶこだわりもあって、実はペンキも何回か塗り直ししたり。あ、本当ですか？はい、あってですね、はい、だいぶ苦労もお金もかかりました。はい、わかりました。で、実際に器にもこだわりがあるということで、はい、やっぱり読谷村だけにやちむんの器で。そうです、やちむんで全て揃えさせてもらって、はい、ただやちむんじゃない器もあるんですけど、はい、一つ一つやっぱり盛り付けとかを考えたりとかしながら、はい、一番いいものを自分なりにチョイスしたつもりではあります。はい、三枚肉が、はい、なんか長いなって個人的には思うんですけども、うん、そこもこだわりの一つだったりするんですかね？そうですね、やっぱり美味しいのは当たり前だと思ってて、で、食事と同時に楽しいっていうのが、はい、食に追加されれば一番嬉しいなと思って、はい、三枚肉も見た目のインパクトっていうのはちょっと大切かなと思ってですね、はい、楽しさもちょっと加える意味で、はい、三枚肉は長く、はいはい、今回設定しました。またなんか出汁の方にもこだわっている部分があるということで。そうですね、もう取る段階から、はい、8時間ぐらいゆっくり時間かけて丁寧に取った出汁でですね、はい、油抜いたり調味料を少なく抑えるために、はい、旨味を凝縮して、うん、作った出汁になってます。はい、そんなこだわりの出汁もあるということで、そばの種類はどのぐらいあるんですか？ですね、実はちょっとまだ少なくて、これから増やしていく予定なんですけれども、はい、三枚肉そば、軟骨ソーキそば、はい、油脂豆腐そば、朝そばで、それぞれのそばのミックスも可能になってますので、はい、もう三枚肉朝だったり、三枚肉油脂豆腐だったり、まあ、バリエーションはそれぞれなんですけど、ベースになるのは4種類ですね。あ、そうなんですね。はい、ちなみにお値段はおいくらぐらいから？ですね、うちのそば実は通常のものよりちょっと高くて、まあ、手間暇かかってたりとかいう部分もあるんですけど、はい、一番安いもので油脂豆腐そば700円、朝そば700円からとなっています。はい、こちらなんかセットものもあったりするんですか？そうですね、三枚肉そばセット、すべてのセット、すべてのそばにジューシーがついてきて、セットのメニューになってますね。プラス150円でセットは提供させてもらってます。わかりました。はい、では、最後になりますけども、はい、お店の場所、そして営業時間、問い合わせ先、はい、ご紹介お願いいたします。はい、ですね、国道58号線から県道12号線へ曲がって、ずっとまっすぐ行っていただくと右手に看板ございますので、そちらとても細い道になるんですけど、進んでもらって奥岩駐車場止めていただいて、振り向くと前駐車場見えると思います。ですね、お電話番、号が0989587250になってますので、もし道に迷ったらお気軽にお電話でお問い合わせください。はい、いました。では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さん、そして映像をご覧になっている皆さん、はい、お店の PR お願いいたします。はい、ですね、一つ一つ丁寧にこだわりを持って作った毎日食堂なんですけれども、そのこだわりをブログでアップしてます。毎日食堂、毎日食堂で検索するとブログを見れると思いますので、そしたらブログのをチェックしながらご来店もしよろしければお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、本日は読谷村の木菜に新しくお店がオープンした毎日食堂さんにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。